第7レース1着となりました福岡の児玉葵選手よ。1着おめでとうございますわ。ありがとうございます。そして葵ちゃん、お久しぶりだわ。あれー、いかがかしら、私の久々の再会。いやー、めちゃくちゃ可愛いです。あ、やだ葵ちゃん、葵ちゃんもっと可愛いわ。いやいや、もう明かり姫には負けます。あ、やだやだ、お目が高いわ葵ちゃん、ね、このリップサービスも素敵ね。葵ちゃん、なんとニューヘアじゃない？そうですね、はい、髪の色を少し変えてきました。あらあら、はい、あら、ちょっと私と同じ感じじゃない？合わせてきました。はい、やだ嬉しいわ。で、ちょっとね、レースのことも伺っていこうと思うわ。今日のレース、どこを意識して走ろうと思ったのかしら？そうですね、あの、久しぶりの500バンクだったので、あの、少し緊張したんですけど、まあ、しっかり、あの、脚力は負けてないと思って、あの、自信持って、いけるところから思い切っていきました。レースが、トメ選手がまず動いた時はどうだったかしら？そうですね、ちょっとずれた、自分のタイミングとずれた感じはあったんですけど、まあ、しっかりそこは冷静に、しっかり仕掛けれたと思います。そして石井選手が動いて、そうですね、ちょっとできるまでちょっときつかったんですけど、なんとかゴールまで踏むことができたんで、はい、よかったです。強かったわ。今一度大きな拍手をお願いするわ。強い強いという声も届いてるわ。明日明後日もどんなレース見せてくださるかしら？そうですね、あの、7月にはサマーナイトを控えているので、うん、そこにつながるレースをあと残り2日間、積極的に行きたいと思います。グランプリ女王の走り、コーチで見せていただけるかしら、あと2日間も。そうですね、昼の開催でコーチ走るのは初めてなので、しっかりコーチの皆さんの前で、しっかり責任のあるような、強いレースができるように頑張ります。皆様大きな拍手をお願いするわ。完全優勝という声も届いているわ。さあ、今1着取って、一番どんなことして癒されたいかしら？そうですね、やっぱり、家に、愛犬が2匹いるので、まあ、その犬のためのために稼いでるみたいなもんなので、その2匹にすぐ会いたいです。はい、何ちゃんと何ちゃんだったかしら？ウニとカルビです。あら、じゃあウニちゃんとカルビちゃん、ちょっと戯れていただいていいかしら。おいちゃん、お願いするわ。ウニカルビー、もう大きな拍手お願いするわ。かわいいおいちゃんのね、ちょっとママのお顔も見せていただいたわね。はいはい、今一度お客様にメッセージお願いするわ。はい、足元の悪い中ご来場ありがとうございます。残り2日間しっかり、積極的に攻めていけるレースをお見せできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。児玉葵選手でしたわ。